こちらアメリカのサラトガ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。レシーバー、これは好スタート、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくレシーバー行きました。続いて前へ行くのはカワチシュール、さらにはサウスピット、14番サマーボール、その後ろ前に戻りましょう。先手を取ったのはレシーバー、その外にウィルビーリーフ、その外からサマーボール、すぐ後ろにベルモントディール、その外からサウスピット、その外にビッグジャグ。さあ先頭はまだ3番レシーバー、ウィルビーリーフ、ほとんど差がありません。サウスピット3番手カワチシュール、いい位置です。さあここからどうか。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。レシーバー先頭、差はほとんどありません。2番手はビッグジャグ、先頭を捉えるか。残り 200m、 先頭はビッグジャグ、レシーバー必死に追いすがります。2番手はレシーバー、ビッグジャグ1着、ビッグジャグ1着、2着にはどうやらメンズエクスクルーシブ、勝ったのはビッグジャグ、見事な勝利です。こちらアメリカのサラトガ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのはリアルクワイエット、綺麗なスタートを切りました。名声オペラ前に行きそうです。リアルクワイエット、それに続いています。さらにはオールドトリエステ、14番シルバーチャーム、その後ろプライムディライト、後ろからになりそうです。この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過、先頭に戻りましょう。名声オペラ先手を取りました。並んで9番ゴールデンミサイル、オールドトリエステ、この馬もこのグループ、内からはビクタークーリー、タレントラブリー、そのうちに続いています。オレンジの帽子フレンチピレネー、その後ろマレック、そのうちに続いています。その外にシルバーチャーム、河内大王、後ろから間が空いてビクトリーギャロップ、並んで8番プライムディライト。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。さあ先頭はまだ5番名声オペラ、フリーハウス、ほとんど差がありません。河内大王、これはいい位置につけています。後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はシルバーチャーム、名声オペラ、その後ろ。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ここで先頭に立ったシルバーチャーム、後続馬も足を伸ばしてきました。残り 200m、 シルバーチャーム先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。リアルクワイエット抜けた。シルバーチャーム追いすがります。リアルクワイエット、リアルクワイエット1着、2着にはどうやらシルバーチャーム、勝ったのはリアルクワイエット、見事な勝利です。こちらアメリカのデルマー競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのはタップトゥーミュージック、バンシーブリーズ、この馬も好スタートを切りました。大方の予想通りタップトゥーミュージック、先頭を伺います。スカーレットカレント競りかけていきました。さらにはクリムゾンメロディ、11番ビューティフルプレジャー、その後ろジュエリーパラダイス、後方に控えました。
前に戻りましょう。先手を取ったのはビューティフルプレジャー、そして大きく離れてアップトゥーミュージック、この位置です。並んで13番、クリムゾンメロディ、好位置をキープしています。ファストフレンド、少し開いてファンシーブリーズ、すぐ後ろにウィルアイドル、黄色の帽子スカーレットカレント、その後ろ、この辺りで各馬第3コーナーに入ります。先頭は依然としてビューティフルプレジャー、2番手はタップトゥーミュージック、クリムゾンメロディ、3番手ファストフレンド、いい位置です。先頭を捉えにかかります。後続も追い上げていきます。さあ先頭はビューティフルプレジャー、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ビューティフルプレジャー先頭、差はほとんどない。2番手はタップトゥーミュージック、あと 200m、 先頭はタップトゥーミュージック、残り 100m、 タップトゥーミュージック粘る、一気にファンシーブリーズ、タップトゥーミュージック、大激戦のゴール前、これは写真判定です。これは際どい勝負。ゴールの瞬間もう一度 VTR で確認してみましょう。こちらイギリスのグッドウッド競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。クリス・ザ・ベンチャー好スタート、バーボン・アムール、この馬も好スタートを切りました。アフター・モンロー前に行きそうです。サンライン、それに続いています。さらにはクリス・ザ・ベンチャー14番、ハート・フェアリー、その後ろメイク・キス、どうやら後ろからになりそうです。もう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのはアフターモンロー、内からはクリス・ザ・ベンチャー、ピア・シャルマン、そのうちに続いています。白の帽子バーボン・アムール、その後ろ、その外からハート・フェアリー、その後ろにメジャービーム、黄色の帽子レジェラ、その後ろ、もう一度先頭から見ていきましょう。クリス・ザ・ベンチャー先手を取りました。すぐ隣にサンライン、バーボン・アムール、そのうちに続いています。緑の帽子ピア・シャルマン、その後ろアフター・モンロー、すぐ後ろ並んで14番、ハート・フェアリー。1000メートルを通過、少々ハイペースというところですが、先行馬への影響はどうでしょう。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。もう一度先頭から見ていきましょう。クリス・ザ・ベンチャー先手を取りました。バーボン・アムール、この馬もこのグループ、その隣にピア・シャルマン、その外からアフター・モンロー、この辺りで先頭が変わりました。サンライン、バーボン・アムール、ほとんど差がありません。ピア・シャルマン3番手、残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。サンライン先頭、差はほとんどありません。残り 200m、 メジロドーベル伸びてきた。残り 100m、 メジロドーベル先頭、2番手はレジェラ、先頭はメジロドーベル、1着でゴール、メジロドーベル1着、2着はクールフォワード。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。メジロドーベル、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらイギリスのグッドウッド競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。
スタートしました。大きな出遅れはありませんでした。さて何が行くのでしょうか。ムータティール前に行きそうです。アルジャブル、それに続いています。さらにはダンシリ、8番シャープダディ、その後ろフェアリーキングプローン、後方から前に戻りましょう。先手を取ったのはアルジャブル、ムータティール、そのうちに続いています。並んで15番インティカブ、ダンシリ、そのうちに続いています。エアジハード、後位をキープ。センダワール、そのうちに続いています。内からはケープベルディ、シャープダディ、そのうちに続いています。その後ろにバレスマスク、その外からパッションジャイアント、その隣にキュートベルベット、フェアリーキングプローン、すぐ後ろ、ややハイペースといったところでしょうか。これが先行勢にどう影響するか。前に戻りましょう。アルジャブル、先手を取りました。その後ろからはハッピードリーマー、その隣にムータティール、前はアルジャブル、2番手はムータティール、エアジハード、いい位置。果たして先頭を捉えるか。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。先頭変わってエアジハード、残り 200m、 一気に後続が抑えかかってきた。残り 100m、 エアジハード先頭、2番手はインティカブ、エアジハード1着、エアジハード完勝、エアジハード1着、2着はインティカブ。世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。エアジハード、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらフランスのドービル競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃ったスタートです。さあ先行争い、何が行くんでしょうか。カワッチサタデー、前に行きそうです。マッチレスエデン、それに続いています。さらにはフライエンジェル、5番ファーシャンクライ、その後ろサーストングウェイ、どうやら後ろからになりそうです。先頭に戻りましょう。カワッチサタデー、先手を取りました。その外からマッチレスエデン、内からはバレンタインワルツ、その外からカナリーバード、内からはストーミーロバリー、その外からグリーンウエスト、その外にキャシュタウン、マジカルシック、そのうちに続いています。内からはギャロップサクセス、サーストングウェイ、それに続きます。内からはパーシャンクライ、ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭に戻りましょう。さあ先頭はまだ1番カワッチサタデー、マッチレスエデン、ほとんど差がありません。ラケットファンシー3番手、さあカワッチサタデー逃げ切れるか。後続集団も追い上げにかかります。カワッチサタデー先頭、2馬身から3馬身のリード、2番手はマッチレスエデン、あと 200m、 カワッチサタデー先頭だ。残り 100m、 後続は大きく離れました。2番手はサーストンウェイ、カワッチサタデー今ゴールイン、段違いの強さです。カワッチサタデー1着、2着はサーストンウェイ、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。カワッチサタデー、まさしく日本が世界に誇れる馬です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭はメジロナチュラル、メジロナチュラル先頭、残り 200m、 先頭はチェリーウィーダー、メジロナチュラル必死に追いすがります。メジロナチュラル食らいつく、大外から一気にボナンザーローマン、ボナンザーローマン、ボナンザーローマン1着、
2着は微妙です。ボナンザーローマンやりました。地方の意地が中央馬をねじ伏せました。さあ短い直線に入って、ここからが腕の見せ所。ここで先頭に立ったアンブラサモア、エルコンドルパサ先頭、ここから引き離しにかかります。2番手は玉もいなずま、エルコンドルパサ独走、エルコンドルパサぶっちぎりです。エルコンドルパサ1着、2着は玉もいなずま、これが絶対王者だ。エルコンドルパサ